すな！その男からは全く魔力を感じない。この世界の人間ではないのかもしれん。なんだ、ここは。子供の頃から運動も勉強もそこそこだけど、決して一番にはなれない。出張費と作業費合わせて7000円です。一分もかかってないのに安くしなさいよ、ぼったくり。嫌ならやめろ。お前の代わりはいくらでもいる。自分の代わりなんていくらでもいる。元の世界ではそんな風に思っていた。だから嬉しかった。斉藤君、この世界でみんなに必要とされて。斉藤操る魔法について。斉藤を元の世界に返すことができるんじゃない。元の世界になって本当に思い出せんのじゃ。私たちだけなら多分諦めてたわね。今度はわしが助けてやる番じゃ。いつだって自分ができることを探す。俺は一番俺を必要としている人のそばにいたい。